こんにちは、ブルーフォースです。今日は客観的に判断をしていく方法を鍛えましょうという、そういう訓練の動画になります。で、結局、正しい意見、まあ、結構ね、その、夫婦の会話とか、上司部下との会話とか、お客さんとの会話で、一体言わないとかね、自分はこういう意見だ、ああいう意見だっていう、まあ、衝突って結構起こると思うんですよ。で、結局、そういった意見のぶつかり合いが起こった時に、どっちが正しいのっていう、まあ、しこりがあるケースって結構多いと思うんですよね。そうなった時に、相手なの？自分なの？どっちなの？っていうのを、訓練していく。まあ、要は正しさの主張がぶつかり合った時に、どういう着地点に持っていくのがいいかっていう、そういう訓練方法についてお伝えをしていきます。でね、これはもう長年の課題ですよね。どっちが正しいのとかね。例えば、まあ、会社とか家族とか。友人、カップルでの意見衝突っていうのは、まあ、日常茶飯事で起こり得ることだと思うんですよね。そういった、まあ、意見の衝突があった際に、どっちが正しいのっていうのを判断するのってすごく難しいと思うんですよ。で、どちらも自分が正しいと思って主張しているわけですし、確かにどちらにも正しさが一理あるっていうことは多かったりするんですよね。だから、まあ、よくあるその夫婦とかカップルの間でいくと、仕事と私どっちが大事なんて、仕事も大事だし、当然その相手も大事だしっていうね、うん、そういう話があったりすると思うんですよ。そういった理想を言えば、お互いに腹を割って話し合って、で、合意を取るっていうのが理想なんですけど、まあ、そううまくいくことも珍しいわけなんですよね。そうなった時に解決法っていうのがありますと。うん、なので、お互いが納得しやすい話し合いの方法ということで、これは事例を使って紹介をしようと思います。何かっていうと、会社の誰を昇進させるかっていう課題にぶつかった上司同士の話なんですね。で、とある会社で鈴木さんという方は成績のいい部下の田中さんを昇進させるべきだというふうに考えているんですよ。ところがもう一人の上司の佐藤さんっていうのは、確かに田中さんって仕事ぶりは良くて成績はいいんだけど、勤務態度良くないんだよねって、まあその成績がいいからっていうのにかまけて、まあ結構生意気な態度を取ってる。だ、そういうやつはちょっと見送るべきじゃないかっていうふうに考えてるんですね。で、通常考えると、意見が出た時に複数の意見があれば比較検討するわけじゃないですか。で、会社であれば費用対効果を検討するわけなんですけど、昇進人事においてっていうのはやってみなければわからないんですよね。だから人事において費用対効果で、例えば田中さんを昇格させること、昇進させることによって、会社にとっての利益がどこまで出るかっていうのは測定って難しい話なんですね。そこで解決方法って一体何かっていうと、話の字数を上げるっていうことなんですよ。で、字数を上げるって一体何っていうことなんですが、この行為、今回で言えば昇進させるっていう、その目的は一体何なのかっていうことと、それからもう一つ、この行為が成功したとみなされる、要は田中さんを昇進させたことによって成功したってみなせる基準は何なのかっていうのを、両方これ取り上げていく。で、ここの着地点をどうするかっていうのを決めていきましょうっていう話なんですね。で、昇進の今回の話の場合でいくと、そもそも田中さんを昇進させる目的って一体何なのか、それから昇進が成功したっていう判断基準は一体何なのかっていうことなんですよ。で、ここに鈴木さんと佐藤さんのそれぞれのぶつかり合っている原因っていうのがあって、鈴木さんの場合は昇進の目的は業績を向上させるためなんですね。一方で判断基準は、じゃあその目標達成の度合いだと、年間で1億円の売り上げを上げてくれってなった時に、その1億円に対してどれくらい達成できたかどうかっていうのが判断基準っていうふうになるっていうことですね。一方で佐藤さんに関しては、昇進する目的っていうのは模範的人物であるかどうかっていうことなんですね。で、その判断基準っていうのは、社内のモラルが確立されていること、要は働きやすい社風とか、パワハラセクハラっていうものが一切ないっていうような状態を作っていると。そういうことなんですね。で、目的っていうのは基準が異なっているんで、さらに話の字数を上げていくというところなんですよ。だから例えば、これで言ったら、例えばその、ここで、昇進は業績向上のためだとか、模範的人物であることが大事なんだっていう話でぶつかり合って、ここで決着がつかないということであれば、さらに会社の理念に従って、その田中さんは昇進させるべきなのか、方針に従っているのか、それに沿っているのかっていうところを、さらに字数を上げて、話を進めていくという、そういう判断基準になっていくっていう話なんですね。で、あることに対する意見が衝突するのであれば、話のレベルを少しずつ抽象的にしていくことで、何を目的にして判断するのかっていうのを、その意見がぶつかる人同士ですり合わせをしていくっていうことが大事になります。で、これっていうのは、この基準を押し付けないようにするための最低限必要な、まあ、解決方法だというふうに言えますの
で、そのあたりっていうのをすっ飛ばして、あいつとは意見が合わないとか、それが合わないっていうふうにやってしまうと、いつまでたってもあなたの意見を聞き入れてくれる人とか理解してくれる人っていうのがいないので、これ何のために話をしているのかって、これが成功したと言える基本的な基準は何なのかっていうのをぜひ調べてみてください。ということで本日の動画は以上です。はい、本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。